はようございます、泉ひなです。今日はですね、韓国2日目の朝なんですけれども、今から、出かける用意をしていきたいと思います。ではまずスキンケアは、先日9点のコスメ福袋で入ってたエチュードハウスのスキンケアトライアルキットを使います。旅行の時は基本試供品などのこう手軽に持っていけるものを持っていきます。これね、なかなかベタつかずにサラサラして使いやすかったです。今日のカラコンはアイドルレンズのカンナロゼベージュブラウンを使います。これはすごく自然に盛れるので本当おすすめです。で、下地にはいつも通りセザンヌのヒステカリ防止下地のライトブルーを使います。韓国もかなり蒸し暑くて、1日目2日目はすごくね、霧も出ていたので、手からないようにもうこの下地は必須でした。T ゾーン以外の頬や口周りにポール&ジョーのプロテクティングファンデーションプライマー S01 番を塗っていきます。ほっぺたなどは私は乾燥してしまうので、保湿力の高い下地を塗ることが多いです。クリオのキルカバーグロウクッションの03番リネンを使います。本当はこれ私アンプルクッションの方を持ってきてたんですけど、妹のグロウクッションのリネンがすごく使いやすくて、色味がねちょうど肌に合ったので気に入って使ってしまいました。ランジェリーはちょっと私の肌には明るすぎるかもしれないね。こう見たらリネンを次は買おうかな。そして、ジョンソンのベビーパウダーを使います。これもね、私資生堂のベビーパウダー持ってきてたんだけど、妹がこっち持ってきてたので借りました。入って眉毛にはチフレのアイブロウペンシルのライトブラウンを使います。これはこの前チフレ縛りメイクをした時からすごく気に入って毎日使いをしています。今の私の明るい髪にはこの色がすごくぴったりで、それだけで描きやすくて形も作りやすいので愛用してます。アイシャドウはキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズのアーバンコッパーを使います。まず右上のカラーをアイホール全体にのせます。これね、新色だけどめっちゃ気に入って最近ずっと使ってます。で、右下のブラウンをまつげの生え際から5ミリ程度のところにのせて、で、また右上のカラーを涙袋にのせて、で、左下の赤をこんな感じで目尻に三角で描きます。で、アイライナーにはヒロインメイクのいつも通りのアイラインを使います。やっぱりこれが一番です。こんな感じで目尻だけ塗りました。今回はチャスティのアイラッシュカーラーをビューラーとして使いました。資生堂を普段いつも使ってるんですけど、母のねチャスティ使ったらめっちゃまつげが上がったので、梅雨時期はこれを愛用してます。はい、でヒロインメイクのいつも通りのこのマスカラでまつげをぐん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 伸ばしていきます。やっぱり伸びる、もう最高。こんな感じでアイメイクは完成しました。じゃあ次はセザンヌのミックスカラーチーク20番シェーディングを、していきます。まずは鼻筋ですね。私は最近小鼻が本当に気になるから潰してます。で、アイホールからね鼻筋にかけてこんな感じで塗っていきます。はい、で唇の下のくぼみにも塗ります。で、かなり広いおでこを潰していきます。今この使ってるブラシは100均で購入したブラシになります。で、頬骨も私はかなり出てる方なので潰していくのと、エラも撲滅していきます。とにかく私は余白の多い顔をしているので、余白を潰していくのが本当に必須になります。で、セザンヌのパールグローハイライト01番シャンパンベージュで顔にツヤ感を出していきます。まず鼻筋はですね、鼻先は丸くて、鼻筋はこんな感じでまっすぐ下ろします。で、目の下の三角ゾーンと頬骨はブラシでつけていきます。本当にこれすごいわ。はい、で顎、あとおでこにも扁平に塗ります。で、次キコのチーク&ブロンザーパレット02番を使ってチークを入れていきます。これはね、妹なんですけど、今日の服にすごく色味が合っていて、くすみピンクっぽい色がね可愛かったので借りました。もう使いすぎてね、なんかキコのロゴが消えてます。はい、でゲランのルージュジェ N214 を唇に塗っていきます。これは韓国の免税店で購入したものになります。
もうこれはとにかくもう色もケースも可愛すぎるので言うことがありません。はい、こんな感じで最後にリップを塗ったら、メイクが完成となります。そしたら髪の毛をやっていきます。洗面所が一つなので3人で狭いところでやっておりました。そういえば言ってなかったと思うんですけど、今回の韓国旅行には佐藤あゆみちゃんとルナちゃんと、あと私の妹と4人で行きました。私とあゆみちゃんとルナちゃんは2泊3日の旅行だったんですけど、妹はね1泊2日だったので2日目に帰っていきました。私以外のねみんなはよくね韓国に行ってたので詳しかったので、もう私はねもう全てがちんぷんかんぷんすぎてみんなについていく旅でした。もうね買い物しまくりました、マジで。2日目も3日目も今度ね購入品もまた改めて紹介するので、ぜひ動画も見てみてください。でね、韓国は結構ね梅雨っていうかすごい湿っぽかったので、髪はねぐるぐる巻きにしてよれてもわかんないようにしました。今日はこのね韓国で買ったロングシャツのカラーに合わせてメイクもしてみました。でそういえばね、今回のホテルにはベランダがついていてテラスな感じですごく雰囲気も良くて、で内装もすごく可愛かったのでめちゃくちゃ良かったです。またホテルの紹介もしますね。はい、とこんな感じで用意ができたので、今から1日いっぱいまた買い物とかお出かけとかしていきたいと思います。ということで今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。バイバイ。Twice, but she don't know me. She helped me get money at the Dutch Spice Hotel. Plus, she from Colombia, so she really Spanish. Cooking on to make a cat bank account vanish. And Miss Hazy, older woman, mature black. Every time she sees me, I end up getting told back. All she want me to